バンド名はアルトです。考えてみるが、少ない時間をかけて、昨日見る君は汚れて癒し軽音楽部ウィステリアという部の部長をやってます、声がちっちゃい。え、あ、背が小さい。そうか、申し訳ないです。
あんまり喋るの聞きに来たんじゃないと思うんで、曲やります。次の曲です。ステリアです。アルトというバンドです。はい、あと1曲しかないです。本当カシマダメだな。今のカシマじゃないの？荒垣か。荒垣もダメだなんかじゃあ時間もあることですさ、吉田が1年間ミステリアいて思ったこと、うん、
ウィステリアっていうサークル自体も知らなくて、一緒に入った子がもともとバンドやろうって言ってくれてて、自分もギターもやったこともなくて歌もやったこともなくて、でもう初心者でもいいって言われて自分は入りました。で入ってみたら他の音楽の音楽サークルとか見てても、やっぱりでもウィステリアで一番良かったと思うのは、周りの先輩がやっぱり音楽に対して本気だったっていうか、とにかく上手で、それから飲み会も最初は怖かったけど、でもやっぱり何回もやめようって思ったこともあって、で今の1年生2年生は特に人数も少ないし、みんなやめようって思った子ばっかりです、正直。でもそれでもやめなかったのはやっぱり先輩たちが、やっぱそうやって自分もやめるってなった時にバンドをさつきさん、あの部長さんが組んでくれるって言ってくれて、自分は一人で弾き語りをやっていこうって思ってた時に、あのバンドっていうのもちゃんと自分なりにできて、まあ、とにかく音楽サークルで自分がやっぱりウィステリアを選んでよかったなと思います。今までで一番いい話を聞いた。もうこの先こんなにいい話が、うん、この話よりいい話が今日出ることはないから、もう二度と。他はみんな適当なこと言って、だよね、適当な曲やるだけだからね。今日一番、もう今日今ここで帰っても多分ウィステリアについては分かったと思うから、あんま帰らないでほしいけど。じゃあいいよ、最後やっぱ俺がダメだ。私を救った愛人の話で
とうございました。